この日もワカサギにやってまいりました。この人ワカサギ好きですね。少し水が浮いてそうだったので踏み固めてからテントを立てます。5時に起きて6時半に家を出て到着は7時半、テントが立て終わったのは8時。どこがいい？はい、来ました。4つ、今日4つ開けなきゃいけない。ドリルに先端を打って、うん、テントは岸寄りに建てたのですけれども、穴の長さがちょっと尋常ではないです。ハンドルがもう雪の中に埋もって大変。あまりに深すぎてもう開いてんのか開いてないのか半信半疑になっています。開いてるか、開いてる、開いてる、開いてる。よいしょ。すげえ氷いっぱいあるんだよ。穴の長さはだいたい1メートル。そこまで仕掛けを落とすと、2メーターぐらいの場所です。このくらいのところでやってみました。持ち込み組の中ではかなり岸を攻めたと思います。すごいね。おお、ダブル。もう入れ食いだね、これは入れ食い。みーちゃん、ウエアに引っ掛けないでよ。1時間経過しました。家族4人で、4本竿を出しています。50以上は釣れてるんじゃないかなと思います。この後も順調に釣れて、ワカサギが釣り上げたシーンだけをつなげると無限にワカサギが出てくる穴のような映像になりました。日差しが暖かくてワカサギ日和でした。こちらは11時ぐらいのシーンですが、朝のポテンシャルがすごかったので、まあ、11時になってもそこそこ釣れています。もう一匹ついてます。こちら仕掛けを落としてから釣れるまでのシーンなんですけれども、仕掛けを落とすと暗くなるね。もうついてる。すごいね、今日は多分今季で一番釣れたと思います。こちらは11時ぐらいのワカサギバケツの様子です。満足満足。ワカサギ穴で娘が料理ごっこを始めました。釣れてる日でも飽きちゃうんですね。こちらは12時ですね。ちょうど4時間経過しました。12時におしまいにすることにしました。いや、そんなないわ。200歩かないから、多分、家で数え直すと244匹でした。家族4人でですので、まあ、1人当たり60匹ぐらいですかね。
楽しかったです。